後悔しない生き方。極限まで忙しくすると時間の無駄はなくなる。忙しくすると時間の無駄はなくなる。まあ俺前はまあやりたくないことをやったり、なんかすげえやらされてる感を感じながらなんかやったりとかして、なんかそんな風に生きてた。だそんな時ってなんか自分の時間の無駄をなくしてその効率的にやろうとか、なんかそんなことは全く考えへんかったもんな。効率的にやろうとかってなんかこう考える時って、まあなんか今日予定があるから早く帰りたいし、まあ効率的にパッパパッパをやろうぜとか、まあちょっとみんなにええとこ見しちゃろうとか思ってな、まあ効率的にやってるぞみたいな時とか、まあもちろんまあ自分の仕事のスキルを上げて結果を出したい、だからまあ効率的にスピード上げてやろうとか、まあ様々やと思うねんな。でまあそういう効率的なことを考えたら、じゃあなんかこうどういうのかなとか分かんねえなと思ったら、やっぱまあネットで検索したりとか、でネットで検索したらなんか効率化とか出したらもういっぱい出てくるもんな。なんかこうテンプレート作ってとか、まあ何自分のやるべきことのそのタスク化して優先順位をつけるとか、まあいろいろ出てくるやんな。まあでもああいうのはまああくまで人のノウハウであって、まあ参考ぐらいにはまあしてはいいとは思うけど、俺はその自分なりのそういう効率化っていうのを見つけた方がいいと思うね。だから今でこそまあこうやって俺は忙しくやりながらな、ああした方がいいな、こうした方がいいなとか、まあいろいろそういう効率的にとかも考えながら、そういうのをなんか模索したり、まあ見つけたりしながら、まあトライアンドエラーしてやってんねんけど、まあそんなことを本気で、考えるようになったっていうのは、やっぱ自分の人生を生きるっていうふうに決めて、本気で自分と向き合うようになってからかな。向き合って行動するようになってからかな。それで、まあ今の自分の時間でやっぱ自分のやりたいことをやっぱ俺はいっぱいしたいし、まあそのためにはもっともっと時間が欲しいって思うし、だまず大事なのは今日一日やっぱ自分に与えられた時間をな、その極限までなんていうのかな、その時間を使い切ろうとする、時間を使い切ろうとすることで自分なりのそういったそういう効率化のまあコツみたいなのがまあ見えてくるのかなって思う。だまあな、自分のそのやりたいこととか、まあもう何でもそういうなんかこう順番とかつけないで、予定はもうどん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 詰め込んで、もう片っ端からもう片付けていくぞみたいなぐらいの方がええんちゃうかなって俺は思うな。だから今それを実践してどん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 行動しているってとこかな。じゃあ今日は以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。
チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。